この間ね、うん、あなた一回さガスが止まったじゃない、うんうん、なんなら今も止まってる。止まって、そう、うん、それを俺はなんかバカにしたのよ、うん、いやお前やばいよみたいな、うん、ガス止まってるのなんて、まあ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 、って言った1ヶ月後に俺止まったのよその払い忘れで、うん、だからさすがにちょっと今日お風呂入りたいから銭湯行こうと思って、ね、うん、で銭湯チャリコで行って、うん、で普通に初めて行く銭湯だったのよ、まあ、500円払って中入ったよね、うん、でシャワーをこうバーッて浴びた瞬間に、うん、あれなんか殺風景だなって、うん、あのシャンプーとリンスがない銭湯だ。あーなるほどね、その置いてなくて自分で持ってくる、うん、もしくは入り口でちょっとちっちゃいの買わないといけない、うん、あ、そうそう、あるね、うん、そういうとこね、銭湯で、うん、いやどうしようかなと思って、うん、いやでももういいやと思って、なんか周りも人一人二人だし、なんか、うん、俺はシャンプーとかを使わない、うん、あのすごいオーガニックな人間だって装って、なんかシャンプーないけども、なんか普段からシャンプーリンスは使ってないですよみたいな体の洗い方をして、うん、お風呂に入ったの、うん、でもやっぱ気持ち悪いわけよ、うん、でパッて周り見たら、うん、逆側に一人しかいないの、うん、なんか鏡みたいなの起こして、うん、だから、うん、ちょっとこれはあのもしかしたらそのちっちゃい瓶が残ってるかもしれないと思って、あどっかにね、そのね、うん、売った買ったやつを捨てないで、うんうん、パッて見たらボディーソープが一個あったのよ、おおーと思って、もうでも情けないでもそうだよ仕方ない、うん、これもボディーソープを俺は使おうと思って取ったら、うん、なんか全然入ってないんだけど、うん、銭湯で水で希釈してこう入れてシャカシャカシャカってこうやって洗ったのよ、うん、でもさ一個幸せ感じちゃうと、うん、次はあのシャンプー洗いたくなる、うん、頭、いやーまあでも我慢かと思ったらちっちゃいゴミ箱あるの、うん、これゴミ箱申し訳ないですけどちょっとあさって、うん、シャンプー使ってで出たの、さすがにちょっとこれは卑怯だと思って、うん、入り口で、ね、バンダイさんに、うん、その100円でね、買える、100円払ってシャンプーとね、ボディソープ使いましたって言おうとしたら、なぜかその日に限ってカップルがいて恥ずかしくて帰りました、はい、見えはんなよ、恥ずかしかったっていう、情けない。